ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい、ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは速報です。先ほど森林街道の村周辺に突如深い霧が発生したとのことです。あたりは薄暗い闇に包まれております。村民からは呪いではないかといった不安の声も上がっている一方、新種のアーリマンが影響を及ぼしている可能性も示唆されています。近隣の方は安全のため不要不急の外出は控えていただきますようお願いいたします。くれぐれも現地へ赴くなどの行為はおやめください。引き続き追加情報が入り次第お伝えさせていただきます。続いてのニュースです。明日午後から港町ゴートウルフの酒場にて新作ぶどう酒の試飲および品評会が開かれます。流通前のぶどう酒をいち早く味わうことができるそうです。今後販売するにあたり、今回の品評会で名前とキャッチコピーを考えたいとのこと。当日アイディアを募集するそうで、採用者にはぶどう酒1年分が贈られます。これは挑戦したくなりますね。ぜひあなたのぶどう酒愛をぶつけてみませんか。ここで続報です。先ほどお伝えしました霧につきまして、現場から立ち去る魔女の姿が目撃されていた模様。現在森林街道の村周辺に発生する霧は魔女が意図的に作り出したもので間違いないとのことです。幸いにも霧のおかげで森林街道の村周辺で危険視されておりました乾燥による山火事の心配はなくなったそうです。またすでに魔女は姿をくらましており、これ以上大きな問題にはならないと見られています。これは善意によるものでしょうか。続報が入り次第またお伝えします。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報、まずは一部道路です。森林街道に発生しました濃霧の影響で付近では一部混雑が見られております。魔物の危険はないとのことですが、通行の際は十分ご注意ください。また常冬の村では路面の凍結が目立っており、朝からスリップ事故が多発しております。徒歩での転倒も相次いでいるとのこと。雪に不慣れな地域からお越しの際には特に慎重なご対応をお願いします。なるべく歩幅を狭めて歩くのがコツだそうです。両手が空いているとなお良いでしょう。代わって会場についてのご案内です。港町ゴートウルフより東部火山島の町へと続く海域にて人魚と思われる生き物の存在が確認されております。こちら地元の漁師に確認したところ、頻繁に出現するものらしく特に害はないとのこと。人魚の出現は嵐の前兆と言われることもありますが、そのような傾向も観測されてはいないそうです。また近辺では正体不明の海賊船が数隻見つかっております。通行の際にはご注意いただき、場合によっては迂回の検討をお願いします。こちらの海賊船は人魚の捕獲を目的としたものである可能性も高く、早急な話し合いを設ける予定だそうです。以上、交通情報でした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。先ほどよりお伝えしております森林街道の村周辺の濃霧につきまして、自然による天候の変化ではないことが分かっております。上空は晴れておりますため1時間程度で落ち着く見込みです。
その他の地域では乾燥注意報が出ております。火の扱いには十分お気をつけください。今後はしばらくニューエデン全域で雲一つない快晴が続きます。洗濯日和となるでしょう。風もなく心地よい気候となっておりますが、紫外線には十分ご注意ください。以上、天気予報でした。続いては CM です。最近なんだかうまく寝つけないのよね。疲れも全然取れなくて。それ寝具のせいじゃないですか。そんなあなたにこちら、極上の眠りへいざなう天使のゆりかご、一度試してみませんか。それただのベッドでしょ。いいえ、最新鋭の魔道具であなたの求める圧力、温度、肌触り、全てを絶妙にコントロールしてくれる優れもの。睡眠導入効果のおかげで眠れない心配もございません。嫌なことがあった日もこれなら安心ね。ぐっすり眠って心も体も休めましょう。快眠寝具セット天使のゆりかごはミルドットオリジナル商品です。皆様お早めに。以上、ここまではニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。Cheers!